こんにちは。今日は世界とんでも常識、この本のレビューをします。たまたま見かけてね、読んでみたんですけど、なかなか面白いし、海外旅行に行く人、それと、私みたく輸出ビジネス、輸出なんかをやってる人は読んどいた方がいいです。特にですね、直接的に、まずいというか、分かったのが、ポケモンはイスラムの国では、禁止されていることが多いと。これね、イスラムで日本製品が売れてるからといって、ポケモンショップを作っても全く無駄に終わると。もしかしたら、入国できなくなる。イスラムの国に入国できなくなる。あるいは、お土産になんて辛い気持ちでね、ポケモン持ってたらとんでもないことになるというリスクがあることが分かりました。世界の常識ね、日本の常識とか違うというのが、分かっていたつもりでも、改めて読んでみると、危なかったなと、これ知らずにその国に行かないでよかったなっていうのがありました。このね、住んでいるオーストラリアが、投票しないと、罰金ってなしてたんですけど、そのこと書いてあるんだと思って読んだらですね、ポケモンが入国禁止と。国によって、売れない商品がある。売れない商品をその国に送れば、当然没収されるし、もしかしたら罰金、課せられるし、あるいはブラックリストになるとか、持ち込んだらね、もしかしたら監禁とかね、逮捕とか、刑罰まで受ける、可能性が高いというのが分かりましたんで、大変、ありがたい、気をつけなきゃいけない情報が分かって、役立った本でした。この本、海外旅行の好きな人、あるいは輸出ビジネスをやろうという人には、ぜひお勧めします。世界とんでも常識のご紹介でした。